エリザベス5000円で逃げてもらえますか。はい、かしこまりました。例えば平日のお昼か土日祝日なら最初に5000円と予算を伝えればその予算内で逃げてもらえます。死ねたみたいだね、エリザベス。ここに最初してカラフの5000円で3つぐらいしか出てこなかったら困るね。お寿司5000円で高級だからね。寿司ネタだね、エリザベス。大きさ最初と最後だけは職人さんがこれを注文してほしいというお寿司があるのはご存知？まず最初に注文してほしいのはこれ。小肌ください。眠いですか。実は小肌は一番そのお店の味が出るお寿司だとも言われています。ですから最初にこれを頼む。